こんにちは。こちらの、サラバードの、ボールペンバージョンですね。これを、試してみたいと思っています。前回これを作って、頭の後ろから入れると、ボールペンを入れるという格好にしてたんですけれども、ちょっと全体がとても大きくなりすぎて、あまり可愛くないということで、2個目は、こういうものを作ってみました。あれ、入らない。入りません。あ、入った入った。こうした形で、まっすぐボールペンの軸を入れましてですね、こういう、ちょっとくちばしが上向き加減になるんですけど、まあ、こういうものを作りますと、これはフュージョンの、自由変形のモードですね。T スプラインモードで、造形したものです。ちょっと有機的な感じのものを狙っています。こちらの方は、割とコンベンショナルな造形で、サガバードそのまんまですね。ほぼそのままの形で、ロゴマークから作って、造形をしています。あれ。で、こちらを、ちょっといろいろな工夫をしてみましたので、入れてみたいですね。狙いとしてはですね、このような形で、くちばしから、ボールペンが出ると。で、しかもですね、これ断面を見てみますと、このように、ボールペンの軸が、曲がっているということをやっていました。で、まあ、下のお尻のところにマグネットをつけてるんですけれども、まあ、こうして、ちょっとなんか役立つ感じのもの、のサガバードを考えてみました。で、下の方ですね。くちばしの下には、覗き穴がありまして、ボールペンの残量、最後の方になったら見えるということですね。こんな感じです。けれども、サポート材がどのようについているかがあまりよくわかってないので、これを実際に出て入るかどうかを試してみたいと思います。よいしょ。造形そのものは割と綺麗にいってますね。0.25 のノーマルのスピードで造形してみました。もう一つ、もう一個のウェアラブルカメラのカメラホルダーと一緒だったので、1時間50分ぐらい造形自体はかかっています。この首が、ロゴのマークそのまんまだと非常に折れやすいので、首のところだけですね、接続をした後にフィレットをかけて R を取っています。こちらがマグネットが入る予定のところ、それからこちら側がボールペンの返しですね。こちら、トンボのボールペン、こちらが入るはずです。入るのかな、本当に。あまりいいものも、サポートを剥がすためのいろいろな、カッターだの何だのちょっと、実習室に忘れてきてしまったので、あまり手持ちのいい道具がないですけども、ああ、ここも外れそうですね。もうすぐ外れそうな感じがします。
中にぎっちり詰まっているともうちょっと取れないでしょうね、おそらく。よいしょ。あ、外れるのは外れますね。こっちのマグネットの方はどうでしょうか。これなんか随分大きくなっちゃってる感じがします。マグネットの方はね、大体何回か失敗すれば必ずうまくいくのが分かっていますので、こちらはこれでいいでしょう。問題はこのボールペンの入っていく道がちゃんとサポート材が取れるのかどうかですね。ドリルか何かで作っていかないとちょっと難しい感じがしますが。取れるのは取れてきました。はいはい。よし、それから、このくちばしの先端から、ボールペンがちょこんと出るはずなんですが、あ、こういうところは割とすんなりときますね。ああ、でも中詰まってます。中詰まってるんですが、ああ、出てきた、出てきた。あ、ちょうどきれいに出てきましたね。おお。ちゃんと開通してんのかな？ちょっとお尻から、ああ、出ます出ます。だいたい設計通りですね。あれ？ここにもうちょっと段差ができるはずなんですが、ああ、ダメですね。段差ができてなくて、ちょっとこれダメだな。書いてるうちにこれきっとへっこんできますね、芯が。なんでだろう。ちょっと寸法短かったですかね。いや、ぴったり合ってるような感じがするんですが、段差部分が、ちょっとご説明しますとですね、今問題になってるのはここなんですが、ここです。ここです。ボールペンの、末端ですね。が、こう曲がってきて、ここでちょうど止まるように、なってないわ。あれ、なんでだろう。ちょっとだけずらしたんですけどね。何か造形の時のエクストゥルードの待ち時の失敗でこういう状況が起きてしまいました。しょうがないです。でも、サポート材が比較的きれいに取れるということが分かったので、これはやっていけそうな感じがしますね。はい。多少の失敗はあるでしょうけど、割といい感じがしますね。あとは、ここにマグネットをはめ込んで、こうやって、
どっかデスク上のどっかについてるという感じのサガバードです。悪くはない感じがします。ここもうちょっと抑えた方がいいのかな？なんか浮いてきてますね。あ、浮いてきてますね。浮いてきているので、ここの窓はもうちょっと小さくした方がいいかな。まあ大体こんな感じです。はい。